毎週英会話のフレーズを紹介しているインスタイングリッシュのキムです。今週は Rule of Thumb という表現をご紹介します。Rule of Thumb は英会話辞典で引くと経験から得た方法と書いてあります。もっと詳しい説明をすると Rule of Thumb は正式な規則ではありませんが一般的な方法であるという意味で使用します。例えば、アメリカのレストラン、ネルサランなどを利用した場合には、請求書の 18% から 20% のチップを支払うという Rule of Thumb があります。英語で言うと、The rule of thumb when tipping is to pay 18 to 20% of the bill. 何か質問があれば、コメントでお尋ねください。ご視聴いただき、ありがとうございました。